宇宙が応援する生き方、小林正観。第4章、なし合わせの仲間づくり。幸せとはなし合わせ。言葉というのは、心に思っているよりも自分の声帯を震わせて発すると、非常にその効果が高くなります。さらに面白いことに、同じ言葉でも目の前の人から自分に向けて言ってもらった言葉には2倍の効果があるのです。何度も繰り返しますが、人は一人で生きていると、人の間に生きていて人間、自分で私の体は超合金と言った時は、内臓の温度が1度ぐらい上がりますけれど、目の前の人とお互いにあなたの体は超合金と言い合った時は、自分一人で言うより体が熱くなります。内臓の温度は2度ぐらい上がるようです。人間の体というのは、お互いに幸せを祈ったり願ったりし合うことで、ものすごく強い効果、高い効果が得られるという不思議な構造になっています。だから人は一人で生きていないで、人の間で生きている方が幸せなのです。お互いにし合ってあげること。例えば、あなたの体は超合金とお互いに言い合うこと、これをなし合わせと言います。このなし合わせという言葉が、幸せという言葉の語源になりました。つまり、幸せとはお互いにしてあげ合うことを言うのです。幸せとはなし合わせなのです。だから、皆さんが例えばたまたま隣り合って座った人に、次に会うとき、私は若返っていますと言えば、その言葉の通りに若返りますが、隣の人の手を握って、あなたは今度お会いするときはすごく若返って綺麗になっているのよねとお互いに言い合った方が、体が活性化し、細胞も元気になる、より一層若返ることになるのです。そういう仲間が目の前にいてくれたら、ものすごく幸せな人生になるでしょう。その相手は夫婦であってもいいし、親子であってもいいし、嫁姑であってもいい。互いに笑い合っている人には、鬱の霊体は来ません。絶対に行かないぞって、ものすごく強く決意していると思います。だから、絶対に鬱になりません。大丈夫。人は出会うべくして出会っている。では、そういう言葉を互いに言い合う仲間になることを、夫が、妻が、子供が同意してくれない、共感共鳴してくれない時はどうすればいいのか。そういう時は、自分の友人で仲間になってくれる人を見つけて、そういう友人と共に生きていけばいいのです。家族だから仲間にしなければいけないと思い込むと、喧嘩が始まるだけです。この世の中には、家族という名の他人が存在し、他人という名の家族が存在します。だから、家族だけが絶対的に自分と同じ考えにならなくちゃいけないという思いをやめる。自分の身近な人というのは、必ずしも家族って決めなくていい。同じ方向性を持っている人であれば、それが同じ仲間になります。だから、今日偶然に知り合って、それから10年、20年、30年とお付き合いをする仲間がいるかもしれません。
そういう意味でたまたま隣り合った人というのはそれだけで縁がある人、生まれる前から。例えば服装の色が上下ともに同じ人がいたら、その人たちは気が合う仲間です。もしあなたの今日の服装が上が若草色で下が黒だったとして、同じ配色の服を着ている人が同じ会場にいるとすると、その人たちは生まれる前からいずれ出会いましょうという約束と情報をちゃんと持って生まれてきたのです。今フィギュアスケートで人気のある選手の名前を3人挙げてみると、頭が全部あの字になっているでしょう。荒川静香、安藤美姫、浅田真央。このように神様はいろんなところにいたずらを仕掛けます。悪ふざけという意味のいたずらではないですよ。わかる人だけわかって楽しんでいいよといういたずらです。わからない人にとってはだから何という話ですけれど、わかる人にはこの上なく面白い。例えば大リーグに行った日本のトップクラスの野球選手の名前にも共通した特徴がありますね。2人の松井選手に松坂、松がつきます。一郎と井口と岩村、井口の選手です。さらに島と書いて島が2人、岡島、城島。こういうふうにものを見ていくと結構面白い。この宇宙には情報が信号として存在していて、同じ時代にトップクラスのフィギュアスケートの選手は同じあの字で集まろうとか、大リーグの野球選手は松の字で集まろうとか、あらかじめ決めているのです。すごく面白い。世の中にはこういう符号があちこちに隠れているわけです。こういう兆しを読み取る訓練ができるようになると、本当に毎日が面白い。興味のない人にはだから何という話ですけれど、ベストパートナーを見つける方法、このような宇宙の法則をもとに独身の人へパートナーを見つける方法をアドバイスしましょうか。例えばよく観察していると、私が話をしていると同じタイミングで笑い出す人がいるんです。それで笑っている秒数も2秒とか3秒とか4秒とかぴったり同じという人がいたら、その人と結婚するとすごく楽しい日々が待っている。笑いの感覚が同じというのはすごく楽しい日々ですよ。夫婦で同じお笑い番組を見ていて、妻がアハハと笑う、夫がそれを呆然と見ながら、妻が笑い終わった10秒後にアハハハハ、これはつまらない、同じタイミングで笑わないと。中にはオチがわからなくて10秒遅れで笑う人もいるんです。10秒遅れで笑う人同士はそれはそれで気が合う人たち、これを10秒人同士と言います。9秒遅れで笑う人たちもいます。これは9秒人同士です。そういう感覚でものを見ていると面白い発見がたくさんあります。同じタイミングで笑える人というのは結構貴重な存在なので、ぜひ関心を持ちながら見てみてください。特に10秒遅れで笑い出す人はめったにいませんから、それはそれは貴重な存在です。それともう一つ、結婚に関してちょっとアドバイスをしておくと、整った顔立ちの人を相手に選ぶと3日ぐらいで飽きてしまいますから注意しましょう。結婚相手はなるべく整ってない顔の人の方がいい。その方が
毎日楽しめます。朝起きるたびに面白い顔ね、笑顔に満ち溢れた家庭になりますよ。毎日笑顔、面白い顔よね、お互い様だよね、と。そんなこんなで皆さん隣の人の手を握り合いながら、今度会う時は必ず若くて綺麗に美人になっていますよ、素敵になっていますよ、とお互いに言い合ってみましょう。第7章、幸せの源にあるありがとう。足りないものより足りているものに感謝。自分が日本人として日本の国に生まれた理由が分かったら、皆さんは西洋教育が教え込んできた夢や希望を持ってそこに向かって努力邁進しなさいという考え方に必ずしも染まらなくてもいいんだなということに気がつくはずです。ある時、あれ欲しいこれ欲しいというものを何十項目書けますかと言って書かせたことがあります。そうしたら20個書いた人がいる、30個書いた人がいる、40個書いた人もいました。その人たちに向かって私はこう言いました。同じ項目数だけ自分がすでにいただいていて恵まれていると思うものを書いてみてください。同じ項目数だけ書けた人は一人もいませんでした。次に別のグループにこう言いました。自分がすでにいただいていて恵まれていると思うものを書き上げてみてください、と。そうしたら20項目書けた人がいて、30個書けた人が、40個書けた人がいました。では同じ項目数だけこれから欲しいもの、足りないもの、手に入れたいものを書いてみてください。同じ項目数だけ書けた人は一人もいませんでした。どうしてでしょう。多分こういうことです。世の中には足りないものだけを見て生活をしている人がいます。その一方に自分がどれほどたくさんのものをいただいているかということだけを見て生きている人もいます。この人たちは住んでいる世界が違います。だから足りないものだけを見ている人に、足りているものを同じ項目数だけ書いてと言っても書けないし、すでに手に入ったもの、足りているものだけを見ている人に、足りないものを同じ項目数だけ書いてと言っても書けないのです。夢や希望に満ちているというのは、あれが足りない、これが足りない、あれが欲しい、これが欲しい、まだまだよこせ、もっともっとよこせと言っているのと同じではないでしょうか。